どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ、今日やっていくテーマはこちらということになるんですけど、形成論ということになります。はい、形成論。はい、形成論、まあ、平たく言うと経済学ということなんですけども、はい、経済をどうするかっていう学問ですね。どうやれば経済がうまくいくのかと。もう幕府がどんどん要するに失勢をかまして、要するに全然うまくいかないですよと。じゃあどうすればこの経済をうまくするためにはどうしていけばいいのかっていうことを、まあ、研究したり、学問やったりっていう人たちをやったのが形成論ということになります。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。